の仕組みをあんま知らない人の知らない人用にちょっと紹介します。ここにコッキングハンドルがあって、これを引くと、サブマシンガンに早変わり、ロングマガジン、サイトはこんな感じか。サイトはこれで、マガジンはクロック18のロングマガジン。で、中身はというと、ロングバレルのグロック18そのまんま入ってます。スライドだけ使ってんだな、多分な。スライドのメカのとこだけをエアガンの。本物にするときは本物のスライドを乗せれば多分実弾撃てるってやつ、多分で、格納方法が、あ、これはグリップですね。グリップの爪のロック解除して、マガジンの後ろに、グリップの後ろか、ここにロック解除で倒して、マガジンをもっと奥に入れると、こんな感じ。ストックはこれがロックになってですね、これを畳むと、こんな感じです。ちょっとここが大変なことになる。全部引っ張り出してきたらこんなことになっちゃった。以上。